味だ。それで兜神社の前の拝殿から出荷しましたので、なるべく事業所でも家庭でもまず火を発見したら周りの人に知らせるということで、はい、そしたらノズルを外しまして、はい、だんだん近づいてきてください。訓練やっていただければいざという時にそんな意味になりますので、訓練やっている時やったかやらないかによっても随分違うと思いますので、今日は大いに役立った訓練だったと思います。